ここがコピー製品の工場か。もぬけの殻だな。24時間稼働じゃなかったのか。おかしいな。Roman! Hey, who you got there with you? Oh, just a side job. Really, nothing big. Anyway, what's going on? Why'd you shut everything down? Yeah, didn't want to stain the merchandise. Stain it? How? Exactly. Luna! You really thought you could bring in outsiders to the core of our operation, pendejo? I take it you're no ordinary tourists. Now start talking. Or would you rather spill your guts for real? 俺たち、千歳ってこう探してるんだ。心当たりねえか。Kill him. Shine. 後悔するなよ。俺の番か。手数がいるな。一旦引くしかねえが。いや、このまま進もうぜ。は？千歳ちゃんがいるとすりゃこの奥だ。そうだけどよ、マジで突破すんのか。この奥がどうなってんのかもわかんねえんだぞ。今引き返したら二度と第五地区には入れねえ。同感だ。くそ、わかったよ、やってやら。行くぞ。やんのかこの野郎。俺の番か。使ったか。俺の番だ。この辺りの連中は一通り片付いたな。ここまで来たら後には引けねえ。行くしかねえな。ええ、頼りにしてるぜ。What? You don't wanna mess your meat. どうした？行くぜ。行くぜ。俺もやれるぜ。おや。スカッとする。やるぜ。俺の番だな。
開けてみるか。開いたぜ。この鍵を使えばコンテナを開けられるんだな。他にもコンテナを見つけたら鍵使って開けてみっか。続いてんだい、ここ。わかんねえ。キリュウさん、大丈夫ですか？また来るぞ。あそこに隠れよう。Where'd they go? They're gone. They've got to be in here. Find them.でもよ、どうする？当てもねえまま進むのも
もう限界じゃないか。そうだな。随分とお困りのようで。お久しぶり、春日さん。ハワイは楽しんでる？ちょっと。そうだ。あ。ああ。何でもできそうな。ちーちゃん、戦闘準備完了。俺の番か。やっちまうか。低下せ。よし。よし。レッツゴー。行くぜ。舞い上がれ。いつでもどう。よし。覚悟。よう。いい感じだな。I had a you one. Let's go. さあ、行きますか。よし、やるぜ。受けてみな。
の番か。回復だ。任せといて。いい調子だぜ。開けてみるか。やったぜ。気ぃつけろよ、カスガ。そんな調子じゃ身が持たねえぞ。下手に立ち止まると危険だ。タイミングを測って一気に抜けろ。セキュリティエリアは抜けたみたいね。ちょうど一息つけそうな場所だな。少し休んでこうぜ。ここは例のショッピングセンター？バラクーダのアジトに案内してくれるんじゃなかったのかよ。だから案内してるじゃない。目の前のランウェイ、あの奥にアジトにつながるエレベーターがあるの。そんなところに。今なら連中もいなさそうだ。一気に突っ切ろう。いいコンディションだ。Welcome to our impromptu guests. Now let's get this show on the road. First up, we got an all-access look at our newest collection. That is
not just hot, it's to die for! くそ、最悪なファッションショーだぜ。人を見せ物にしやがって。さっさと片付けるぞ。全力で行くよ。よっと、俺の番だな。相手してあげる。もらった。回復しとくか。俺の番だ。受けてみな。行くぜ。Up next, a special treat just for you. Our prized autumn winter line.Boys and girls, say your prayers. You see?乗って。どこに続いてんだこれ。着いてからのお楽しみよ。なんだここは。クリスタルアロハだ。クリスタルアロハ。クリスタルアロハリゾートホテル、ハワイ一の高級ホテルだよここ。え驚いたでしょ。創業100年を誇る老舗ホテルよ。客室は500以上。最上階からはビーチとダイヤモンドヘッドが一望できる。いわばハワイの顔ってところね。まさかあの地区がこんなところに繋がってたなんてよ。私も最初は信じられなかったわ。あなたたちも見たでしょ。地下で競売に参加してる身なりのいい連中。連中は
こっちのルートを使ってるってわけ。ああ、そういうことだったのか。バラクーダのボスはこん中に住んでんのか。そう、最上階をフロアごと貸し切ってアジトにしてるの。そこにはバラクーダの幹部やえりすぐりの用心棒も控えてるわ。アカネさんが捕らえられているとすれば最上階で間違いないと思う。ただしこのエレベーターで上がれるのはここまで。この先は別のエレベーターに乗り換えるのか。ええ、ここを出た先に一般客用のエレベーターがあるわ。それで上がりましょう。ついてきて。It's you! Hey! It's them! The guys who are stirring up shit underground! マジ？もう見つかった？ Hey yo! Hey yo! Man, fuck that! Don't let any of these assholes leave! 突っ切るぞ！正面突破だ！ You won't get any mercy here! さあ、行きますか！俺の番か。準備はできてるぜ。おう、ホールドアップ！ I'm gonna rip you to shreds！ 行くぜ。俺の番か。終わらせる！任せといて！俺の番だな。この奥に一般客用のエレベーターがあるの。15階まではそれで登りましょう。オーケー、頼りにしてるぜ、ちーちゃん。ねえ、少しは疑ったりしないわけ？何をだ？私の言ってることによ。実は私がボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているとか考えないわけ？バラクーダのボスに囲われてるって話はしたでしょ。実際私は一度一番を騙して身ぐるみ剥いでるわけだし、そのエレベーターの中にマシンガンを持った連中が待ち構えてるかもしれないわよ。まあそん時はそん時だ。なんとかするって。はあ？いいんだよ、ちーちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果に文句は言わねえよ。どうした？ちーちゃん？ごめん、道間違えた。え？
ここら辺似たような構造だから勘違いしちゃった。本当はこっち。早く。おう。行き止まりじゃねえか。まさか迷ったのか。そう思うでしょ。でもそうじゃないのよね。うわ、隠し通路か。地下のレーザーといい、こいつといい、バラクーダって連中は随分用心深いんだな。それくらいじゃないとハワイの裏社会で生きてはいけないわ。さあ行きましょう。ビビってんのか。ついてこれるか。俺の番だ。ふん。任せといて。覚悟。おわ。さっさと来い。せい。回復しとくか。俺の番か。全力でいくよ。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。あそこにやるよ。また強くなっちゃった。わかりました。こんにちは。かかってきれ。くそ、立ってるだけで体力が削られしまう。こりゃ早いとも勝手に部屋を出るしかねえな。覚悟。なんとかやっか。いくぜ。あっという間にあの雪だ。終わらせる。
だぜ。ここから先にガスは漏れてねえようだな。死ぬかと思いましたよ。開けてみるか。開いたぜ。この扉の先がスイートルーム。いよいよボスとご対面ね。連中の親玉だ。どうせろくなやつじゃねえ。今のうちにしっかり準備しておこうぜ。